はいどうも、こんにちは、キムちゃんです。今日はね、ユダポンチャンネルのユダポンくんのチャンネルを登録解除しました。なんで解除したかっていうと、ユダポンの父親はさ、自分は仕事せずにユダポンに YouTube の動画投稿っていう仕事をさせてお金を儲けてるからですね。そういうさ、自分は仕事しないで子供に仕事をさせて自分は楽しようとするユダポンの父親の姿勢が俺はすごい嫌いだから、だからね、もうユダポンチャンネルの動画見たくないなと思ってチャンネル登録は解除しました。あともう一つ言わせていただくと、ユダポンの父親ってせこいよね。自分はさ、1時間も仕事せずにユダポンにだけさ、なんか俺は自由だ的なさ、自由になるぞ的なセミナーをさ、1日まあ3時間4時間させて、もうそれだけに飽き足らず YouTube の動画投稿っていう労働までさせてるわけですよ。お前さ、ユタボの父親はさ、お前自分の子供にさ、どんだけ労働させれば気が済むわけ？それさ、おかしいだろって。本来さ、その労働はさ、お前がやるべきことであって、ユタボンがやることじゃないからな。なあ、ユタボンの労働時間、1日5時間か6時間はさ、ユタボンパパがやることであって、ユタボンがやることじゃないからな。っていうのをすごい言った。ユタボンは、YouTube の動画投稿とセミナーやってる暇があったら学校行ってさ、勉強しろ、その時間。な、セミナーの5時間自分のために勉強するだけで、ユダポンはかなりね、頭も良くなるし、もう、なんだろう、いろんなスキル身につけられて、もう将来めっちゃ明るい、ね、未来が待ってるか、とら思ってる。うん、っていうのはすごい言いたかった。ってことで、まあ、ユダポンチャンネル、を見ていたりね、まあ、チャンネル登録するイコール、ユタボンチャンネルのさ、父親のやってることを正当化することになっちゃうから、ユタボンのさ、チャンネルは登録解除しましょう。僕は解除しました。終わりです。